歌カシ詞、カシヒ、カシは、日本海軍の練習巡洋艦、カトリ型練習巡洋艦の3番艦である。その艦名は、福岡県のカシ位群に由来している。昭和14年度、1939年の丸4、計画による、歌唱、第101号艦として、三菱重工業横浜選挙で建造され、1941年、 昭和16年7月15日に竣工した。練習艦として建造されたが、竣工時にはすでに国際情勢は悪化しており、長距離練習航海には使用されなかった。カシーは、同年7月31日に新編された南図解、艦隊、司令長官平田小中将に編入、同艦隊機関として西郷へ進出する。10月中旬。 南図海艦隊長官は小沢寺三郎中将に交代した。太平洋戦争に備えて南図海、艦隊、マレー部隊は一挙に増強され、小沢長官は十十二洋艦長官からマレー作戦を指揮した。同年十二月8日の太平洋戦争開戦後は南方作戦、マレー作戦、イン作戦に参加する。マレー上陸作戦の輸送船団の護衛やシンゴラ。 上陸作戦、チュンポン上陸作戦の支援に従事した。1942年、昭和17年4月上旬、マレー部隊に編入されていた、各艦、各部隊は内地帰投し、カシーは、第一、南図解艦隊の機関に、再び復帰する。その後はシンガポールに、常泊し、同地を拠点に輸送任務や、警備任務に従事した。 内地帰島後の1943年12月31日、カシーは後練習戦隊に編入された。まもなく1944年、昭和19年3月25日に、海上護演奏司令部部隊に編入され、対戦総統艦へ改装された。カシーは大鷹型航空母艦や解剖艦と共に、文字、シンガポール艦の船団護衛に従事した、非船団。1944年、 昭和19年11月15日、第101戦隊機関となる。12月10日、第1海上護衛隊や護衛戦団司令部は第1護衛艦隊に改編された。1945年、昭和20年1月12日、カシーワヒ86戦団護衛中に、グラティキュード作戦に伴う、米機動部隊艦載機の空襲を受け、撃沈された。 春光時の艦型はカトリ型練習巡洋艦、艦型を参照のこと。カシーは偽装中に臨戦体制となり、もはや練習艦隊を編成する見込みがなくなったため、春光時にはカトリ、カシマは4門装備していた5センチメートル霊砲のうち2門は撤去し残り2門は転速勘板に設置としてを開いた場所には25ミリメートル連装機銃2基を装備した。 現外電路も、竣工時から、装備されている。方位測定用の空中線の位置も、全部マストと煙突の間に、移動済みだったは、環境トップ広報で、1941年までに、カシーと同じ場所に移動。海線から1943年までで、判明している、主な変更は、以下の通り。カシーは1942年9月から10月に、かけて、 陸軍部隊を香港からラバウルに輸送した時に、鉱材をフレームに、ホヌノで覆った偽装煙突を、射出機支柱の前方に、設置、日本煙突の従順に見えるような偽装を、行った。カシーは1944年3月25日には、海上護衛装司令部部隊に編入され、3月26日から4月29日に、暮海軍交渉で、 対戦相当艦への改装が行われた。主な改造は以下の通り、搭載艇は12メートル内荷艇2隻、12メートル内カランチ1隻、9メートルカッター2隻の計5隻となっている。なお、公式図による爆雷庫に搭載可能な爆雷の数は329個となっている。アコー作戦以降は単装機銃を増備した。 アゴ作戦後の兵装増備の状況調査によると、同年7月時点の兵装は以下とされる。日本海軍は老朽化した練習巡洋艦、ヤも、岩手などの代艦として、新世代の練習巡洋艦を4隻配備することになり、いずれも三菱重工業横浜選挙で建造することになった。1939年、昭和14年9月25日、 横浜選挙で、カトリ型練習巡洋艦2番艦カシマが浸水する。同年10月4日、カシイも、銅像戦所で起港。1940年、昭和15年8月30日、練習巡洋艦鹿シ影カゲロウ型駆逐艦14番艦谷風、カゲロウ型15番艦の分け等に感銘が与えられる。同年10月15日、カシイは浸水した。 昭和天皇の名代として、浸水命名式には、伏見宮広安大玄水が臨席した。1941年、昭和16年4月1日、日本海軍は、岩渕三次大佐を、貸子駅総院長に任命する。翌日、三菱横浜選挙の貸子駅総院事務所は事務を開始する。7月15日、春行した。同日付で、 カシー偽装院員事務所も撤去された。偽装院員長、岩渕光次大佐も正式に、カシー艦長、初代となった。佐世保陳述席となる。1941年、昭和16年7月15日に竣工したカシーは、横浜から横須賀へ移動した。続いて、佐世保へ開港される。7月31日、日本海軍は、南塚井艦隊を新設する。 司令長官平田小中将。カシーは南津海艦隊の機関となる。南津海艦隊は大本営直轄部隊であったが、カシー以外の戦力は占い守る型解剖艦一番艦、占い守る警備部隊、設営隊等しか所属していない弱小部隊であった。8月11日午前7時、カシーは三ッ区沖合に到着した。当時の日本海軍は、 南部仏印真中に伴い、第二次開艦隊、機関足柄、指揮官、新見正和第二次開艦隊司令長官を、機関戦力として、不合作戦を実施しており、8月上旬までに、南部仏印真中を完了していた。同日12時30分、新見中将、不合作戦部隊指揮官は、平田長官に、事務の引き継ぎを完了する、不合作戦部隊は解散。 以後、フランス領インドシナ方面の作戦は、南遣海艦隊の担当となった。しかし、南部仏維新中により日本国と連合国の関係は悪化した。日米海戦が決定的になると、日本海軍は南遣海艦隊を一挙に増強する。10月15日、カシー艦長は岩渕大佐から小島秀夫大佐に交代した。岩淵大佐は十一月一日より、 水上規模艦秋津島偽装委員長。後日、第三次ソロモン海戦における戦艦霧島沈没時、艦長。10月18日府で、南図解艦隊司令長官は、平田中将から小沢寺三郎中将に交代した。10月21日、大本営直轄だった南図解艦隊は、連合艦隊、司令長官山本五十六大将、参謀長。 宇がきまとい少々に編入され、同長官の指揮下に入る。10月24日、小沢中将は、西郷に停泊するカシイに到着した。南方部隊指揮官、近藤信武中将、第二艦隊司令長官、機関、あたごは、小沢中将は、カシイか、陸上基地で指揮すればよいと、いた立場だったが、小沢中将は、指揮機関として、従順洋艦の派遣を要請する。 そこで、山本五十六連合艦隊司令長官は、高尾型従順洋艦4隻の第四戦隊、あたご、高尾、鳥海、マヤから従順町会を引き抜き南使い部隊に編入する。11月27日、期間は、カシーから町会に移った。太平洋戦争直前の南使い、艦隊、マレー部隊は、従順町会、練習巡洋艦化し。 解剖官占い守る以下、第7戦隊、司令官、栗田武雄少将、第1招隊、熊野、鈴谷、第2招隊、三熊、最上第3水雷戦隊、司令官、橋本慎太郎少将、機関川内、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、第12駆逐隊、白雲、村雲、篠の目、第19駆逐隊、綾波、四季波、 浦波、磯波、第4潜水船隊、司令官吉富節三少将、軽順絹、特設潜水母艦名古屋丸、第18潜水隊、第19潜水隊、第21潜水隊、第5潜水船隊、司令官、第五忠重少将、軽順揺ら、特設潜水母艦リオデジャネロ丸、第28潜水隊、第29潜水隊、第30潜水隊、 第9潜水隊、第12航空戦隊、三陽丸、上川丸、第22航空戦隊、元山海軍航空隊、美幌海軍航空隊、第9根拠地隊、初高、工作艦朝日等寄せ集め部隊に膨れ上がっていた。12月8日の太平洋戦争開戦時、カシーは、マレー部隊、指揮官、小沢寺三郎、 南図解艦隊司令長官に所属していた。マレー部隊は、マレー上陸作戦の護衛任務など、南方攻略作戦に参加した。1942年、昭和17年1月3日、南図解艦隊は、第一、南図解艦隊と改名される、小沢長官、沢田虎尾三謀長以下留任。同日府で、フィリピン方面を担当する、第三、南図解艦隊。 司令長官、杉山六蔵中将、機関、熊も編成されている。2月、連合国軍艦隊は未だ巡洋艦数隻を保持していた。小沢中将は、大水上艦戦闘を想定して、第2護衛隊に属していた軽巡由良を、主体、鳥海、第7戦隊、第19駆逐隊、第一小隊、綾波、磯波、第12駆逐隊、白雲、第3航空部隊、 空母流城、駆逐艦式のみに編入。それまで主体だったカシーを、第二護衛隊に編入する。2月11日、第二護衛隊、カシー、占い、守る、第二十駆逐隊、ユーギリ、アマギリは、スマトラ島攻略を目指す、輸送船14隻と共に、ベトナムカムラン湾を出撃した。2月下旬3月上旬、日本軍輸送船団撃滅を起とするアブラ。 連合国艦隊は、スラバヤ沖海戦と、バタビア沖海戦、及び、ラグモ機動部隊の総統作戦によって、東南アジア方面から一掃され、日本軍輸送船団の脅威は取り除かれた。4月上旬までに、日本軍は、南方作戦における、当初の攻略目標をすべて占領した。4月10日、不連合艦隊、 第2段階作戦第1期兵力部署発動により、それまで第1、南海艦隊に編入されていたた部隊、艦艇、新たな部隊や認知に転じることになった。同日付で、第1、南海艦隊及び、すでに編成されていた第2、南海艦隊、3月10日、第3艦隊より改編、司令長官、高橋移防中将。機関足柄、第3、 南塚海艦隊第1海上護衛隊司令官井上康夫中将により南西方面艦隊司令長官高橋坊中将第2南塚海艦隊長官兼務が編成される特に第1海上護衛隊は旧式駆逐艦10隻第13駆逐隊第22駆逐隊第32駆逐隊と水雷艇2隻 特設艦船6隻という規模だった。4月12日、第1、南図解艦隊機関は、町会からカシーに変更された。各艦艇、鳥海、ゆ良、第3水雷戦隊、第7戦隊、龍城は、ミッドウェイ作戦に参加するため、それぞれ内地へ帰島した。その後、菓子は、第一南図艦隊機関として、解剖艦占い、守る、 第5億畜隊、小風、春風、朝風、総海艇や根拠地帯と共に、南西方面の警戒、紹介に従事する。6月25日、河西艦長は、重0円守大佐に交代した。7月14日、第1、南図艦隊司令長官は、小沢中将から大川内殿七中将に交代した。大船内の着任は7月24日。 7月下旬、日本海軍は、インド洋、ベンガル湾方面通商破壊作戦、B 作戦を実施する。第16戦隊、司令官、原武史三郎少将、名取、絹、伊す津、8月1日より、第7戦隊、司令官、西村昌司少将、熊野、鈴谷、第2駆逐隊、村雨、寂だれ、夕立、春雨、第15駆逐隊、親潮、早潮、 黒潮、第3水雷戦隊、司令官、橋本慎太郎少将、川内、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、村雲、第19駆逐隊、浦波、四季波、綾波、第二十駆逐隊、朝霧、雨霧、夕霧等が第一、南遣海艦隊、機関カシーの指揮下に入った。カシーを含めた各艦は、マレー半島西岸メルギー、 に集結する。だが、B 作戦を発動しないうちに、アメリカ軍は、ガダルカナル島とフロリダ諸島へ上陸作戦を観光する、ウォッチタワー作戦。ガダルカナル島の戦いが始まったことにより8月8日府で、B 作戦は中止さ、部隊は解散した。第7戦隊や第3水雷戦隊は、トラック白地やガダルカナル島方面へ急行する。カシーはシンガポールに戻ると、 南西方面の警戒、紹介任務に従事した。9月下旬、日本軍は、瀬戸内海及び香港から、ラバウル方面へ、陸軍部隊を緊急輸送することになった。この輸送作戦を、沖輸送と称する。カシーも沖輸送に参加する。9月26日、護衛艦,艦艇、巡洋艦、カシー、クマ水雷艇、カササギは、輸送船2隻を護衛して、 香港を出発する。10月5日、パラオに到着した。カシーは、タカンと分離して、ラバウルへ直行。10月8日に、ラバウルへ到着した。フィリピン南部ダバを経由して、10月19日にシンガポールへ戻った。以後、シンガポールを中心に行動する。1943年、昭和18年1月7日、カシー艦長は、 10A 大佐から高田坂士大佐に交代した 10A 大佐は1月20日より従順巡筑馬艦長。4月15日、高須中将、南西方面艦隊司令長官は第2南図解艦隊司令長官との兼務を解かれ岩村誠一中将が第2南図解艦隊司令長官となる。5月、第851海軍航空隊西飛行艇部隊が スマトラ島方面に進出することになり、第一、南図海艦隊は同方面の調査を実施した。アンダマン諸島、ニコバル諸島に航空基地を建設することになった。カシーも同方面で行動した。7月下旬、カシーはシンガポールからポートブレア、アンダマンニコバル諸島へ向かうクレ第8、特別陸戦隊を乗せた特設運送艦兵東丸を 総海底7号と共に護衛する。8月中旬、第16戦隊、熊の協力を得て、第1、南図い、艦隊、カシー、占い守る、兵東丸等は、スマトラ島北東部、ベラワン港、メダンから、ポートブレアへの輸送作戦に従事する。8月22日、ポートブレア機と共にカシーはシンガポールへ戻るが、 平日、hey、東丸は翌日ポートブレアで空襲を受け撃沈された。8月下旬、カシー及び第1、南海艦隊はシンガポールからサバン、インドネシアチェ州へ第331航空隊空母巡洋、駆逐艦谷風輸送物件の整備員を輸送する。8月29日、カシーはサバン入港直前に イギリスの潜水艦トライデントの魚雷攻撃を受けたが、命中しなかった。9月3日、第2、南塚解艦隊司令長官は、岩村聖一中将から三河軍一中将に、交代した。9月20日、第1、南塚解艦隊司令長官は、大川内伝七中将から太陽城中将に、交代した。第3、南塚解艦隊司令長官も岡新中将に、交代。 たゆい中条は9月27日に着任した。以後も、カシーはシンガポールから、スマトラ島やニコバル諸島への輸送作戦を実施する。12月下旬、カシーが待機するシンガポールに、第一、南図解艦隊の指揮下に入った、不設艦津軽、12月22日期と、従順アオバ、12月24日期が到着した。12月26日、カシーはシンガポールを出発。 台湾、高尾市を経由し、日本本土、佐世保へ向かった。公開中の12月31日、河ーは、第一、南遣い艦隊から除かれた。1943年、昭和18年12月1日、日本海軍は5練習戦隊、鹿島、岩手、八雲を編成する。5練習戦隊司令官は、有馬薫少将、海軍兵学校副校長兼務。 有リマ少将は、大和型戦艦武蔵の初代艦長である。カシーは、第一、南図海艦隊から除かれると共に三十一日府で、予備艦となり、練習検警備艦に指定され、後練習戦隊に編入された。1944年、昭和十九年一月六日、佐世保に到着する。以降、佐世保で修理と整備を実施した。一月下旬、カシーは、 明海九巡洋艦二番艦、平海、当時、日本海軍が露客して、佐世保渓流中の栄光を加齢される。二月三日、平海を栄光して、佐世保を出発。翌日暮れ到着、平海を引き渡した。二月中旬以降、5練習戦隊、鹿島、鹿島岩手、八雲は、瀬戸内海において、練習艦として行動した。2月19日、有馬、 くれ練習戦隊司令官は退任する。後任の5連戦司令官は、山和型戦艦山和艦長等を歴任した、高柳忠八中将となった3月9日、着任。同時期、総甲巡洋艦出雲もくれ練習戦隊に、編入された。3月5日、加子井艦長は、高田大佐から松村緑大佐へ交代した。この頃、内海西部にあって、 練習官としての任務に従事した。3月22日、海軍兵学校卒業式に、高松の宮信人新王、軍令部大佐、昭和天皇弟宮が臨席することになり、他に、竜巻作戦の水陸両用戦車や、特殊潜航艇基地、高速潜水艦等を視察。高松の宮は、鹿島を、お召し艦とする。鹿市は、お召し官予備官として、 共に、枝内に在泊した。この日は、岩手、八雲出雲も、枝内にあり、5練習戦隊の5隻が揃っていた。同日、鹿島と共に、枝内を出港、兵学校を卒業した、小尉候補生を大阪まで輸送した。23日大阪期、25日暮れに到着した。同日、3月25日、鹿島五練習セ隊より除かれ、 海上護衛装司令部部隊に編入された。1944年、昭和19年2月15日、トラック白地にあって、第6艦隊機関だった。練習巡洋艦カトリは、海上護衛装司令部部隊に編入された。輸送船団と共に、内地機島が決まるが、2月17日のトラック島空襲で沈没した。3月25日、カシーは、 海上護衛装司令部部隊に編入された前日。翌日から、呉海軍交渉で改造工事に従事する。巨雷発射艦を撤去する代わりに12.7センチメートル広角砲を増設、艦備の司令長官室を爆雷庫に改造し、機雷300個を搭載、不沈対策を実施するなどの改造を施された。カタパルトと水上偵察機はそのまま残された。 海上護衛任務の主力を担う解剖艦は艦隊機関としては狭すぎるという不満が出ていた経緯もある。5月2日、カシーは第1海上護衛隊に編入される。高速タンカー船団の護衛に従事することになった。5月下旬まで内海西部で訓練を実施、その後山口県文字に開港された。5月29日、第7護衛船団司令官 松山工事少将、第一次ソロモン海戦時、第18戦隊司令官は、カシーニ上艦、空母海鷹、海防艦、淡路、センブリ、19号、区船艇60号、布設庭園、陸軍特殊艦新州丸という船選11隻から、なる、日65戦団を指揮して、日本本土、北九州も事故を出撃、シンガポールへ向かった。 6月2日午前2時45分、米潜水艦ギターロの乱撃で、解剖艦淡路が沈没した。回避行動を取った、下脚船有馬山丸が、新州丸と衝突した。カミス丸は、搭載爆雷の誘爆で大破。カシーはカミス丸を、台湾キールン市まで栄光した。カシーは、単艦で、キールン市から、高尾市へ移動し、4日に出発した。6月11日、 日65戦団はシンガポールに到着した。日の日66戦団、カシー、海高、海防艦、センブリ、7号、11号、タンカー4隻は6月17日にシンガポールを出発する。損傷艦なく、6月20日文字に寄討した。7月12日、第5護衛戦団司令艦吉富節三少将は、カシーに座城、護衛艦艇、巡洋艦、 しかし、解剖艦、千ぶり、佐サド、第7号、17号、空母3隻、神高、大高、海高、単価12隻、大高、海高は、航空機輸送のため護衛対象、計14隻からなる、非69船団を指揮して、文字を出発した。航海中、解剖艦17号が、ひかみなりして離脱した。非69船団たかに、損害はなく、 7月20日にマニラへ到着し、各空母は航空機を陸揚げした。空母2隻、大鷹、海高と分離後、先69船団は護衛艦2隻を加えて7月25日マニラを出発する。7月31日シンガポールに到着した。8月2日、海上護衛司令長官、大川小四郎大将は、軍令部総長へ転任。後任は、 野村な奥に海軍大将となる海上護衛司令長官と横須賀鎮樹府司令長官の兼務。同日、南西方面艦隊は第16戦隊の軽巡洋艦北上、損傷のため速力15ノット以下、マニラ停泊中を非70戦団に同行させたいと申し入れた。第5護衛戦団司令官は台湾海峡を通過すると通告する。そこで、 北上艦長、加瀬サブロ大佐は、北上を日70戦団に途中合流させる旨を報告した。8月4日、8月5日、日70戦団は、護衛艦,艦艇、巡洋艦、菓子井、空母、新高、秋月型駆逐艦、下月、解剖艦、千ぶり、佐渡、途中離脱、日71戦団加入、第13号、19号、 タンカー8隻でシンガポールを出発した。途中でマニラから来た、軽巡北上を日70戦団に編入する。8月15日に、文字へ戻った。北上は、佐世保へ、下月は、横須賀へ、それぞれ開港された。8月19日から24日まで、カシーは、呉海軍交渉で修理を行う。8月24日。 第5個衛戦団司令官吉富説参少将の指揮下、カシーは空母運用補給艦イラゴイカ日73戦団に同行する。25日、文字を出撃する。9月5日、日73戦団はシンガポールに到着した。9月11日、日74戦団、指揮官、第5個衛戦団司令官はシンガポールを出発して台湾へ向かった。 日74戦団は、第1護衛隊、巡洋艦、カシ井、解剖艦、13号、19号、21号、27号、第2護衛隊、運用、千振り、戦乱部隊、ル間丸、おむマ山丸、八甲丸、音羽山丸、あずさ丸という戦力である。9月16日、ルソン島方面には、米潜水艦2隻、バーブ、 クイーンフィッシュが行動しており、米機動部隊艦載機の富士義救助任務に従事していた。夜、機関、カシーより、敵船発見の信号があり警戒するが、その時点での襲撃はなかった。9月17日日付変更直後、非74船団は、米船バーブの襲撃を受けた。まず、アズサマルが、ひかみなりして0050に沈没した。続いて、運用も、 ひかみなりして、日74船団から、落後、午前7時55分に沈没した。運用乗組員、約750名、便乗者、約1000名のうち、推定900名が戦死した。日74船団はそれ以上の被害を受けることなく、内地に帰島した。カシーは、佐世保海軍交渉で9月24日から10月19日まで、入居整備を行う。 10月28日、カシーは、非79戦団を護衛して、日本を出撃する。高雄市、台湾を経由し、11月13日シンガポールに到着した。同時期、護衛任務に従事する関係者から、固有の司令部と官邸を持つ専門の護衛戦隊設置を求める声が高まり、県政の護衛戦隊を編成することになった。11月15日、 カシーと、解防艦、津島、大東、ウグル、23号、27号、51号で、第101戦隊、司令官渋谷紫郎少将が編成される。カシーは、第101戦隊機関となった。大谷津市海上護衛総隊参号は、著書、海上護衛戦において、機関カシーは戦闘力も防御力も貧弱であった。しかし、後悔するのに、 燃料消費が少ないのがこの艦の取り柄であったと記述している。第102戦隊、巡洋艦、鹿島、解剖艦6隻と第103戦隊、秋月型駆逐艦、春月、解剖艦6隻も順次編成された。11月17日、非八十戦団、巡洋艦、鹿市井、解剖艦、新井崎、三宅、万寿、のみ、うぐる、17号、 23号、51号、船舶、両栄丸、松島丸、天栄丸、宗方丸、黒潮丸、日南丸、海宝丸を護衛して、シンガポールを出撃する。12月4日に、長崎に着いた。12月10日、従来の第一海上護衛隊は、第一護衛艦隊に昇格した、司令長官、岸福寺中将、三望長、杉浦九郎大佐、 堀内茂中大佐。編成当初は、第百一戦隊、第五護衛戦団司令部、第七護衛戦団司令部、第八護衛戦団司令部、第九百三十一海軍航空隊、空母海高いか付属艦艇多数という戦力だった。第百二戦隊、一月一日編入、第百三戦隊、一月二十日編入、第九百一海軍航空隊、一月一日付属も、 順次編入される。12月19日、第101戦隊は非85戦団と、元38戦団を護衛して、文字を出発する。12月25日に、高尾に着き、そこで、多数のタンカーが戦団に加わったが、フィリピンに向かう、戦団、陸軍輸送船、新州丸、木び津丸、日向丸、青葉山丸及び、護衛艦,艦艇と分かれた。 八十五戦団は十二月二十七日に高尾を出発し、九百四十五年、昭和二十年一月四日、戦死総書では六日期に、普通院の三尺に到着した。第百一戦隊、機関、貸し、解剖艦、ウグル、大東、二十七号、二十三号、五十一号は、三尺から八十六戦団を護衛しない地に戻ることになった。 この船団はシンガポールから北上してきていたもので、タンカー4隻、極連丸、サンルイス丸、六十三番州丸、友情丸と貨物船6隻、予シ丸、A1 万丸、大津山丸、達波と丸、剣部丸、秋江丸からなっていた。船団は1月9日正午に出発したが、この時多数の空母を含むアメリカ軍の第38任務部隊が、 南シナ海に侵入していた。ウィリアム・ハルゼージュニア提督が率いる、米機動部隊は前年末に、ウルシーを出撃して、台湾方面に出動しており、ルソン島方面の作戦を支援しつつ、南シナ海に進出する。カムラン湾付近に潜伏中と推定した日本艦隊、航空戦艦、日向、伊勢や、第二水雷戦隊を攻撃することで、 リンガエワンからミンドロシママの補給路を安全にしようとした。だが、日本艦隊、零合作戦に参加した第二水雷戦隊を含む、第二遊撃部隊、指揮官、島清秀の艦隊司令長官、第四航空戦隊、ひなた、伊勢、重順、足柄、慶順、大淀島は退避していたので発見できず、仏院周辺で行動していたカシーと輸送船団を攻撃する。 第101戦隊司令官渋谷少将、機関、カシーは、米機動部隊接近の情報を得ていたが、遅延はかえって事態を悪化させると判断し1月9日の出撃を決断した。戦団は1月11日未明にバンフォン湾、ベトナム下白、同日21時に、キノン湾に下白する。1月12日、キノン湾を立ち北上したが、その日に日86戦団は、 第38任務部隊による空襲を受け壊滅し、カシーも沈没した。戦闘経過は以下の通り。1月12日午前9時ごろ、非86戦団はアメリカ軍機少数機による空襲を受けたが撃退した。午前11時以降の空襲で a 1万丸が沈没する渋谷司令官は11の場合機密書類を確実に処理する直準備試験を発令する。 12日以降、先86戦団は数字にわたる空襲を受けた。輸送戦団の戦闘を航行していた、カシー、機関は、第38.3人無軍、空母 SX、タイコンデロが、ラングレー、三者新と機関による空襲で午後1時45分に、まず爆弾2発が命中し、続いて、さらに爆弾3発と、魚雷2本が命中して午後2時5分に、総員体艦となり、 観光部から沈没した。解剖艦が救助に向かうも、7名が救助されただけで、松村艦長や渋谷少将も含む621名が戦死した。貸し以外に護衛艦2隻、23号、51号も沈没、加入船舶も全滅、7隻は座礁放棄、生存艦は3隻、ウグル、大東、27号に過ぎなかった。この被害は、 アメリカ軍が南シナ海の正海権、制空権を掌握したことを意味していた。米機動部隊はインドシナ方面以外にも香港や台湾を襲撃して非八十七戦断を壊滅させ南方資源航路に終止符を打った。戦死書第四十六巻海上護衛戦では潜水艦による海上交通破壊戦は地道ななし崩し的作戦であるが機動部隊による 海上交通破壊船は爆発的大量を虐殺的な作戦であって、台風一過後には何者も残さない生産なものであった。と総括している。天皇側近、木戸光一の手記、木戸日記によれば、昭和天皇は1月6日と1月12日、日86戦乱壊滅、火死沈没日に終戦の意思を漏らしたという。1945年、 昭和20年3月20日、練習順要感化し、軽順基礎は軍艦席より除席された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。